めちゃくちゃ暑くて40度超え近くぐらいです。こうやってテニス選手は黒くなります今日の動画ではテニスの動画で皆さん突然ですがフォアハンド正しく打ててますかの正しく打ててますかシリーズをこれから少し始めたいと思いますでそれは何なのって思うかもしれないんですけど、正しく打ててますかシリーズはこれからフォアハンド、バックハンド、まあ、サーブ、ボレーなどいろいろとやるんですけど、ちゃんと正しく打ててるか、普段ちゃんと基礎で守って正しい打ち方をできているかのチェックの動画をしていきたいと思います。で失敗が出てる時に、打ってる時に失敗が出てる時にはちょっと間違って、打っちゃってるんじゃないかと思うので、この動画を見て少し復習して正しく打っているかをチェックしてください。これから今日はフォアハンドのチェックをしていきたいと思います。始める前にこの動画の YouTube の下のいいねボタン、そしてチャンネル登録ボタン押しといてください。ベルマークもまだ押してない方はそちらの方もポンと押しといてください。さてスタートします。皆さんではここから正しくフォアハンド打ててますかチェックポイントその1、チェックポイント3までいきます。チェックポイントその1、フォアハンド打つときに前回の、まあ、基礎動画ビギナー1から結構いろいろとフォアハンド動画も載せてるんですが、テイクバックしたときに、フォアハンドのテイクバックしたときに自分のラケットの面がしっかり後ろの方に向いている、こうやってラケット面がこういう角度になっているかをチェックしてください。打っているときに手のひらが開いて、ここからこういうテイクバックになっている方は打つときにラケット面がつい開いて打ってしまうことになるんで、しっかりテイクバックしたときに体使ってターンすることによってラケット面、そして手首下にこうやって、ラケットのグリップ下向いてる、手のひらも下向いてる、ストリングは斜め後ろぐらい向いてるっていうところをチェックしてください。これをすることによってここからまっすぐ行くとパーフェクトな打点が取れます。今から少しいい方の例と悪い例のちょっと動きを少しやっていくので差を見てください。はい、ではチェックポイント1やったので次チェックポイントその2、フォアハンド打つ時のチェックポイント、まずまあテイクバックまで行ったんですけど、これも少しチェックポイント1とつながってます。チェックポイント2、ラケット、もう前に持ってきた時にボールに当てるまで小指の方から出てきちゃうこと、こうやって打っちゃってる方いませんか。こうなった時ボールに当たってボールの下に少し入ってきてるんで、トップスイングがまず打ちづらいこと、そしてあとは下から出てきちゃってるんで、まあ、振り遅れて外にこうスピン回転して打っちゃう方もいると思います。そしてこの当たったところからラケットがこう走りづらくなっちゃうんで、ここから当たってフォロースルー、すごいぎこちない手打ちになってしまう方が多いと思うので、チェックポイント2の一番大事なことがここから前に持っていくときに必ずどちらかというと人差し指から持っていくイメージでボールに当てる。ここで、でこれはだからチェックポイント1と少しつながってて、万が一もしここから開いた状態で持っていきます、ステップして前に振り出します、まあこういう状態になってしまいますよね。ってことは1と2はつながってて、ちょっとダメだれ連続でやっちゃってボールはもちろんコントロール効かないボールになってしまうので、まあ、テイクバックから
ここに持っていくとき必ず人差し指から持っていき行ってボールを打てるように人差し指から回していく。ここからこういう風に入ってしまうとダメなので、人差し指から持っていくようにイメージして打つようにしてみてください。こうなってるかチェックしてください。正しい例、フォアハンド打って2つ目、人差し指から行くときにはこういう動き、こうですね。で、ダメな例は横から見ていただくと、ここからテイクバックからこう入ってきてる方、こう打ってしまうとダメなんで、こうなっちゃうと失敗しちゃいます。なのでダメです。必ず当たるときに人差し指の方からラケットを持っていくイメージで振ってください。チェックポイントその3 1がテイクバックちょっとアホな3になってしまいました。真面目な話、チェックポイント1テイクバック、そしてチェックポイント2小指から出ないように意識すること、そして今からチェックポイントその3いきます。1、2まで来てるんですけど、テイクバック当てた後、ここからフォロースルーをした時に必ずラケットがフィニッシュした時に肘を返すというか、このグリップエンドが必ず向こうに向いてるように、結構こう打つ時にフィニッシュした後にこのままラケットを持っていっちゃってこうフィニッシュしちゃう方が結構教えてる方たちの中でもいて、最初の方で必ずここまで返すように、グリップエンドが向こうに向いているところ、そして肘は相手の方に刺す、ここまで持っていけるように必ずしてください。ダメな例はもう全部 1,2,3 のダメな例いきます。テイクバック開いてる、小指側から行っちゃう、でここからフォロースルーが固まってこうなっちゃったりこうなっちゃったり、まあこうなってる方もいるんですけど、こうではなくここにしっかり持っていくように、テイクバックセットから当たって人差し指から伸ばしていって回してここまでフォローするって感じです。そしてこのチェックポイント 1,2,3 をすることによって、結構こう手打ち、手首を使ったりこう余計な動きをしないで全部一体感、 1,2,3 って体を使って全部でこうしっかり打てるイメージで振れるはずなので、手首を使って打ったりこう細かい動きが減るのでミスも減るっていうことにつながります。なので必ずここでセット、打点でこのどう入ってきてるか、下から入ってこう手首、小指の方から出ないようにして振り切るっていうのを素振りでも一回してみてやってみてください。12歳の自分知りたかった。では皆さん、フォアハンド正しく打ててますか？動画ここまでになります。一回リビューを入れます。まずチェックポイント1、テイクバックした時に面がしっかりこう閉じている状態になっているか開いてないかをチェックしてください。チェックポイント2、打つ時に前に持っていく時に小指の方から出てきてなくてしっかりこう人差し指から回すイメージで小指が出てないかをチェックすること。チェックポイント3、1,2,3 の時に回すフォロースルーまで行った時に必ず伸ばしてフォロースルーの時にこのグリップエンドが向こうに向いて肘もしっかり向いてるか
当たった時にこのまんま当たってこういう状態だったり、まあこういうキープしないようにここの手首をしっかり返す状態まで持っていけるようにチェックしてください。これをすることによってフォアハンドがどんどん良くなっていくので、ぜひ一度自分でチェックして試してみてください。今日の動画を見てくださってありがとうございます。そしてこれからもいろいろと載せていくので、あと正しく打ててますかシリーズ続くので、ぜひそちらの方を見てください。今日の動画いいねやコメントお待ちしてます。そして登録もお願いします。いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。みんなで一緒に頑張りましょう。終わったー。